夜空を駆ける流れ星を今見つけられたら何を祈るだろう。
の近い戦闘編だ。愛は必ず勝つ。
俺嫌いなんだってばよ。マジンケン
己の道を示したまでだ。
するな。えい、ありゃ、仕上げられない。レイトラスト、レイトラスト、ファイアボール。えい、それ勝ったのか。Thank you.
誓い第7話、正義と愛は必ず勝つ。それ嫌いなんだってばよ。みんな大丈夫か？まったく、なんで聖堂にこんなにたくさんモンスターがいるわけ？これは巫女に与えられた試練だ。お前たちもそれを承知の上で巫女についてきたのではないのか？分かってるよ、そんなこと。ごめんね、私のせいで。いいっていいって、世界の平和のためだったら喜んで協力するぜ。ドワーフの誓い第1番だね。それは言うなっつうの。一気に行くぞ。ハウスティング減らせないでしょ。無駄無駄、新人ケロ邪魔しないでったら。最上階のようだな。はい、あれが祭壇です。じゃあ、あそこで光ってるのがクルシスの奇跡か？そうだよ、私、あれを握って生まれてきたんだって。あ、見て、光が。あいつは、あれが天使だろう。じゃあ、まさかあの人がコレットの本当のお父さん？我が名はレミエル、クルシスの天使。世界の中心で眠るマーテル様を目覚めさせる時が来た。女神マーテル様を？姉さんが話してた伝説の通りだよ。今この時よりコレットは再生の巫女となる。我々クルシスはこれを祝福し、シルバラントに救いの塔を与えよう。
あれが救いの塔か。これで世界は救われるんだね。再生の巫女コレットよ。巫女は確かにその任を受けたまわりました。よろしい。我らクルシスはそなたが封印を解放するごとに天使の力を与えよう。そなたが天使として生まれ変わった時、このすさんだ世界は再生される。ありがとうございます。必ず世界を再生いたします。まずはここより南の方角にある火の封印を目指すがいい。彼の地の祭壇で祈りを捧げよう。はい、レミエル様。私のお父さん。まずは火の封印だ。良いな、我が最愛の娘コレットよ。お父様、やはりレミエル様が私の本当のお父様なのですね。次の封印でまた会おう、我が娘よ。翼が生えてるんだな。うん、マーテル教の教典と同じだね。でもよ、服を着たり脱いだりするのめんどくせえよな。え、あ、そういえばそうだけど、洋服にさ、翼を通す穴も開けなきゃいけないし。っていうか、ワイダ、そんなこと気にしてたの？だって気になるだろ、寝る時だって邪魔だろうし。天使って案外不便なのかもな。そうだね。
ったの？ソーサラーリング返してくるの忘れちゃったよ。だったらファイドラさんに返しておけばいいじゃない。なあ、ダメ。苦労して手に入れたんだぜ。しばらく使わせてもらっても罰は当たらないって。なあなあなあ、もうしょうがないな。悪いことには使わないでよね。からどうするんだろう。あの天使は封印を解放しろとか言ってたよな。それでコレットは天使になるって。コレット旅に出ちゃうんだ。それにしても、信託ってそんな大したことが起きるわけじゃなかったんだな。どんなことが起きると思ってたの？そりゃすげえことだよ。例えばどんなことさ？山よりでっかい天使がさ、救いの塔を抱えて空から降りてくるんだよ。それで地面に塔を突き立てるんだ。ロイド、寝言は寝てから言ってよね。Thank you.
では巫女様の護衛はクラトス殿とリフィルに頼もう。私に依存はない。二人ともさっきはありがとう。おお、二人とも先ほどはご苦労じゃったな。これは礼じゃ、受け取っておくれ。ありがとう、ばあさん。なあ、今話してたの、世界再生の旅のことか？そうじゃ。すっげえ！俺もついてきて、世界再生ってやつを見てよ。姉さんが行くなら、僕も行きたい。足手まといだ。断る。聖堂での戦いとはわけが違う。子供は村でおとなしく留守番でもしている方がいい。クラトス殿の言う通りだ。さあ、私たちはまだ打ち合わせがある。お前たちはもう帰りなさい。別にお前が謝ることじゃねえだろ。そっか、ごめんね。あのな、まあいいや。そうだ、コレット、お誕生日おめでとう。クッキー焼いてきたよ。明日旅に出ちゃうことが分かってれば、もっとちゃんとしたものを用意してたんだけど。ううん、ジーニアスのクッキー美味しいから大好きだよ。どうもありがとう。で、ロイドは？コレットに首飾りを作ってあげる約束だったよね。やば、まさか忘れてたりして。いや、あとちょっとで完成なんだ。旅立ち前に渡すよ。本当だぞ。嬉しい。それじゃあ出発時間が決まったらロイドの家まで知らせに行くね。でも危なくないか？私巫女として旅立つんだよ。だから大丈夫。それじゃ。嘘つき。これから作れば間に合うだろう。まあいいけど。ところで今日はもう帰るんでしょ？途中まで一緒に行っていい？いいけど、何か用があるのか？友達に会いに行くんだ。お前、村の外に俺以外の友達なんていたっけ？いいでしょ、別に。それよりさ、準備がしたいから。うちに寄ってってもらえると助かるんだけど。それにしても、あのクラトスとかいうやつムカつく。
足手まといだって言われたの。まだ根に持ってるの？そりゃあいつは強いけどさ。たった一つの取り柄けなされちゃ腹立つよね。たった一つって言うな。
散らしてやる。決まれ、ホームブラスト。はっ、決まれ、はっ、決まれ、ホームブラスト。させるか。はっ、はっ、決まれ、ブラッシュ。これだ、ウィンドカッター。はっ、はっ、決まれ、決まれ、ホームブラスト。こんなもんさ。はあ、家に帰るのに。いちいち西の森を抜けなきゃいけないのが面倒だよな。はあ、家に帰るのに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 いちいち西の森を抜けなきゃいけないのが面倒だよな。家に帰るのにいちいち西の森を抜けなきゃいけないのが面倒だよな。戦闘開始だね。決まる、ダイヤボール。決まる、相手が悪かったな。